それでは、岩屋事務総長、委員会中ということでありますので、これより非公開例会を開会させていただきたいと思います。最初に麻生会長からご挨拶いただきます。統一地方選挙の第2回、第2波というか、この24日の統一地方選挙に向けて、それぞれ各地元で、もしくは愛知県に応援に行かれたり、いろいろしておられるんだと思います。私も昨日、岩屋さんの地元の大分に市に応援に行ってたんですが、いろんな意味で各地で応援が、いろいろ最後の最後ということになってきておると思います。そうしてどこ行っても反応というのは、今自由民主党にとって頑張れという声は極めて高い。4月10日の時とほぼ同じような結果が出るものではないかと、私自身はそのように感じがしています。いずれにしても今テレビでやっていますように、いろいろ3月11日から40日が経って、いわゆる復旧先の復旧から復興へということに話がだんだん視力が変わってくる、当然のことだと思います。復旧ではなくて復興へ。ただし問題は復興をすればいいという話じゃなくて違います。復興の先に投資がなきゃいけない。復興した後、その復興した時に前よりいい条件になったから、ここに投資をしようと思わせるような復興策がいるんです。そこが全然考えられない部分が、私には全く感じられないところが、今の政府の対応を見てていかがなものかという、現場の対応もさることながら大きな絵を描いてどうすればいい、いくつもの案というものはそれぞれみんな持っておられるんだと思いますが、そういった案をまとめるというようなことは考えられない。なんとか会議っていうのはいくつも作られて、もう20ぐらいできたんだと思いますが、一体どこがされるんですか。権限が全然バラバラしてて、誰が責任を取るのか、誰が決定するのかというのは全然見えてこないというところが、今の状況の中で最も問題なところだと私自身にはそう見えます。手口の話、財源の話、いろいろ、まずは何をどうするかという絵を、誰がっていうことをきちんとしていただかないと話が見えてこない。ここが一番の問題なんだと思っていまして、今少なくとも多くの方々が 40日経って、この菅内閣という方の下では、菅という人の内閣の下では難しいんじゃないかということが多くのことで言われるようになって、少なくとも公職についておられる方々が民主党の中からこれ問題だということを堂々と言い、委員会で聞かれても人間として問題だというようなことを今日また言っておられる、はっきりしておられると思いますが、そういった声が個別に聞いたらいくつも出てくる。こういった状況のまんまでみんながじーっとしているということは、これは我々の方にもこれできちんとこの方に代わってもらうことを、我々の方も叱るべき方法を持ってこれやらなければならんのではないかということを、多分多くの方が思っておられるんだと思いますので、少なくともこの24日の選挙が終わった以降、いろんなことが考えられると思いますけれども、ぜひ皆さん方の総力を上げて、少なくとも今回の復旧もしくは日本というものの閉塞感を打破するきっかけとして、大いな変化、さらな改革というものにつなげていくように、我々としては一層の努力をしていかねばならないと思って、その具体策等々は今後検討していかねばならないと思っています。ありがとうございました。